朝にやってるから、いつものやつです。ね、久しぶりだ。遊びに来てありがとう。公園、あ、ロジャーさんありがとうございます。あ、ララサちゃんだって。ホテちゃんのファンの子。そう、うん、なんかね、睡眠は大丈夫なんですけど、なんとか。そう、でもね、咳がね、やっぱり治らなくてね、やばいんですよね。そう、1日に5回ぐらい起こる。で、悲しい。この間の公演もそう、救急出た日がいつだっけ、3日の時もそう、なんて素敵なの時にもう咳がびっくりしちゃった。本当にやめて、今じゃない。そう、一回ね、咳がそう出ると止まらないんで、ね、早く治ってくれって感じなんですけど、コロちゃん、コロちゃんです、私は。そう、しんどいよね。なって初めて、そう、わかった。すごい大変でした。そう、三つ編み。あ、たくさん、わー、皆さん、ちょっと、すごい、ありがとうございます。ハート、すごい、キノコ？ありがとうございます。嬉しい。そうなんですよ。これ治るのかしら。あ、マジレスアリオキャさんありがとうございます。ゆきちゃんのね、生誕祭すごい、そうなんですよ、楽しかったです。そう、まさか出れると思ってなくて、でもそう、結構前からそう決まってて、その出演メンバーは。そうで、そうそう、生誕祭ゆきちゃん初めてだっけ。で、そう、17、まさか、そう、17期だけじゃなくて混合での生誕祭だったから、そうそうそう、まさかの私は出られないっていう悲しい、そうだったんですけど、まさかの、そう、まあ、急遽ではあったんですけど、出演させていただいて楽しかったです。とってもゆきちゃんをね、21歳だってすごいよね。一緒にお祝いできてとってもとっても楽しかったです。そう、なんかラジオをそうやって、その次の日かなだったから、そうそう、5時に寝たんだけど、5時に寝て8時ぐらいかなに、そのそう決まってすぐ行って向かったんですけど、そうそう、まあね、睡眠時間はね、まあゆきちゃんも一緒であんま寝てないし、ゆきちゃんも久しぶりの公演だったってことで仲間がいて頑張れました。あ、ひーくんありがとう、くまちゃん。そうなんですよ。でも絶対寝ようと思って、そう、わかんなかったから前日に言われて、もしかしたらみたいな、がもうとにかく5時終わってで、もうすぐ布団に行きました。そう、まあまだ寝リモートだったからよかったけど、絶対寝なきゃやばい。そう、久しぶりだったし、そう、全然ね、あれだったから そうすぐ5時終わってもね、やっぱ寝れないよね。今日はね、久しぶりにねるねるねるねのね、あのいちご知ってます？いちごをね、買ったの、結果買ってもらったの。そう、だから食べます。買った？おい
美味しいです。あ、まだ食べてないけど美味しいです。見た目が美味しそうです。毎日頑張ってやらすぎ、ありがとう。そう、寝る寝る寝るね。そうなんですよ、だから移動中に寝るっていうのが、そうなんかね、そう映画撮影と半身とあと新曲披露が重なってた時が一番やばかったです。あれがね、本当にやばかった。この間、昨日かな、マネージャーさんにも言われた。あれは本当にスケジュールやばかったから、もう頑張れってずっと思ってたって言われました。いちご食べた？あ、まいちゃん、ね、まいちゃんありがとう。あの、見ました。あの、大事に言えてます、ななさんの写真を。嬉しかった、ありがとう。そう、まさかのびっくりしまして、驚き驚き驚き。あっす、見る？カワチーノ。そう、ありがたいことにね、本当にいろいろさせていただいてて、アウトオブっていつ終わったかな。あ、でもアウトオブはその前、結構前に終わってたかも。そう、そうなんですよ。お家に、そう、4時とかに帰ってきたりして、そう、お風呂入ってとかしたら、もうさ、出発の時間じゃんみたいな。じゃじゃーん、かわいい、かわちい。これそう、何入れようかなと思ってて、この間紹介したんですよ、この買いましたよみたいな、こぎめんのその写真入れるやつ全部入れました。でもね、あと1枚、これ4枚だからね、ここにね、2枚入ってるの。かわいいでしょ、これ持ち歩こうかな、私も。そうなんですよね、こっちもあるのでね、それが結構ですです。おいしょ、かわいいでしょ。そう、いきなりね、18みんな背が高いね、それはそうね。今のナナさんもめっちゃ好きです。この好き、最強。よいしょよいしょ。嬉しい、ちっちゃくて可愛い、本当ありがとうございます。リボンちゃん、ありがとうございます。見て、じゃーん、寝るね。作ってきたんだ今日は。普通に作りますとかじゃなくて、なんか水入れなきゃいけなかったか、いつもやってたけど。うん、意外と酸っぱいんだ、美味しい。うん、美味しい。まいちゃん、小さくて可愛い、ありがとうございます。届いてよかった。そう、公園に行かないとね、公園、劇場行かないと、そう、お手紙いただけないので、そうそう、受け取るの遅くなっちゃったりするけど、届きました、ありがとうございます、嬉しい。あとね、ちょっとね、ここには置いてない、しまっちゃったんだけど、のんちゃんとあいちゃんの写真もいただいて、そう、入ってた。誰だっけな、いるかな、来てるかな、会社。あ、空からの音が来ました、よかったです。何のお話が届いたかな。おいしい、
お手紙、ま、ありがとう、待ってる。本当ありがたい。読んでます。そうそう、すごい嬉しい言葉をね、皆さん書いてくださって。頑張ろうってなる。私とのんちゃんは岡田同盟なのでね、永遠に。そう、なんか私は、のんちゃんのお世話は私がする。そう、てかのんちゃんは普通に、なんか、そう、今何歳だ？高 3？ 高3って人に言ったら高1なんですけど、めっちゃ年取らせちゃった。そう、高1なんですけど、高1なんだよ、すごくない？なんちゃんが高校生なのがマジでびっくり、かわいい、最強。ちょっと、おかしいですね。そう。ね、のんちゃんが、そう、かわいくてかわいくて仕方がないんですけど、あれなんですよ。のんちゃん、かわいいねだけじゃなくて、私ちゃんとじゃないの。普通になんか、のんちゃんは、すごい普通にこう同い年みたいな感じで喋れるんですよ。そう、すごくそういう関係で、そう、私はね、のんちゃんのことを支えられてるかわからないですけど、そう、のんちゃん支えてくれたりね、してくれて、そう、すごい優しい子なんです。とっても頑張り屋さんだしね。早いでしょ、のんちゃんが高校生の。ねえ、今日の前座はのんここです。目の癒し、もう最強。私も見に行きたかったよ。今日は収録とあとはリハーサルをしてきました。のんここちゃん頑張ってるね。なんですよ、のんちゃんしっかり、のんちゃんよりそう、ゆいちちゃんの方が年下ですね。ですです、支えてもらってますよ。あ、なんかみんな支え合ってる、いいですよ、とってもいいですよ。なんか素敵な空間って感じ、自分で言っちゃうけど。ねえ、松さん、ありがとうございます。写真。お手紙も。そのんここえりこはね、私のベイビーなので。かわいい。いいなぁ。のんちゃんは高一なの、ちゃんと。ちゃんと勉強ね。みんなで最近時々ね、お姉さん組で心配してるんです。課題やってるみたいな。そう、なんかのんちゃんとえりちゃんはまあ大丈夫、やってるみたいな、やってるのかな、大丈夫かなみたいな感じで、ココちゃんやってるのって言ってた。やってるらしい。一番うなずいてたけど本当にやってんのかな。まやちゃんお仕事中、お疲れ様です。もう17期仲いいです、初見。あ、あとみーさんありがとうございます。勉強ね、教えてあげてって言われてもね、なんかね、なんだろう、教科書見てスマホで解いてるから、ちょっと教えるも何か私の知ってるものではない。もうね、どんどんね、勉強してないのでね、消えてますね、脳から。17期だけの公演ね。でもなんか
さ、池の室長限定公演とかそうやってるじゃないですか。だからないわけじゃないと思う、今後も絶対ね。私もやりたい、みんなで。また今後も楽しいですけど、17期のも楽しい、どっちも楽しいよ。数学はね、数学ならまだ脳に残ってるかもしれないけど、ね、まさちゃんのゆきたんね、頑張ってますよね。タンタンマジ元気、うん、タンタンはマジで元気、頑張ってるだけどすごい元気。もうね、いつ送っても帰ってくる気がする。だから深夜がよく帰ってくるかな、一番。なんか私とかがお仕事ちょっと遅くなって2時半とかさ、あ、申し訳ないなと思ってるはいるけど、普通に送っちゃうね、返信するわけよ。もう1分ほんとそんくらいでもうすぐ帰ってくる。超嬉しいよ。でもたくさん話してくれるから、お話し相手になってくれる。16日、神様と会えそうね。会える。いやー嬉しい。そう、この間もなんか収録があったんですけど、そうメイクさんとちょっと、そうみんなで17期の3人で話してて、そう会えるんです、超嬉しい。あ、そうそう、好きすぎて、そう TikTok もそう上げさせていただいて、好きな曲で。私これもやりたいんですけど、ちょっといつか撮れたらいいな。じゃあ、いや普通に風呂入ってる、タンタン。今から髪乾かすみたいな感じ。乾かしてください。タンタン、マジでおもろい。でも意外と、エリちゃんとかも既読早い。既読つけてくれる、すぐ。マサちゃんとかは、マジで大切なことしか見ない。なんか絶対これ返さなくていいなと思ったの絶対返してこないから、おもろい感じで。その日のこととかは帰ってくるすぐ。だからみんなが曲返してくださいってじゃないって言ってるよね。いや、写真集持ってこうかな。何しに行ってんだか分かんないで、写真集。ねえ、写真撮りたいんですけど、撮れるといいけど。こんな時間あるかな。びっくりした。やばい、びっくりした。本当にやめてほしい、勝手に動くの。たった大学の終わった方の写真をのんちゃんに受けて。聞いてください、聞いてください、面白いですよ。マジでタンタンおもろいのが、のんちゃんに送ってると思うじゃないですか。そしたら私も送られてきたんですね。めっちゃこんな4つぐらい、こうなんか課題やったやつみたいな、あ、こんなんみたいな。そう、そしたらなんか私だけじゃなくて、普通にのんちゃんにも送ってるし、みずみんかな、あいちゃんかな、わかんないけど、そうめっちゃみんなに送ってるっていう。さすがタンタン、本当におもろい。山崎さんはですね、返信日によりま、でもそんなにすごい遅いわけじゃないんだよね。私もめっちゃ遅いわけじゃない、結構早い方じゃないかな多分。いや、エリちゃんは逆に面白い。なんか
もう研究生グループとか、この17期のマネージャー、17期とマネージャーさんのいるライングループみたいなあるんですけど、でなんか送られてくるんですよ、なんか予定とか、なんかこういういろいろね説明とか。そしたらもうすぐなんかあのいいねのやつつけてます、 OK。 もうね、うわっ、ポンって送られてくるじゃないですか、その分が。で、あーねって見るじゃないですか。もうそしたらもうすぐついてるんですよ、もう誰か最初についてるんです。そしたら大体それエリちゃん、マジですごい早い見るの。ねえ、あーちゃんね、本当にお姉ちゃんのために一生懸命頑張ってて偉いよね。オタクで可愛い、ありがとう。サマチョコね、取ったんですよ。サマチョコ取ったんですけど、あの NG なんですよ。あの年齢がちょっと、そう、歌詞にちょっと、そうそうそう、歌詞がね、あの20歳にならないと、そう、我らが20歳にならないと飲めない飲み物の歌詞が入ってるので、ダメなんです。そうだからね、下書きにはあるんだけど、まだまだあげられないですね。そう、だからちゃんとね、そう、流行ってる曲とかあるじゃないですか。あ、めっちゃいいと思ってやろうとしたら、あ、これもダメだ、嫌なことある。そうですね、そうなんですよ、いろいろありますね、ルールが。そう、それ飲むやつね、伝わる？マジで。今日ちょっと今日はメイクしてるのでね、いつもあのすっぴんでお届けしてるんですけど、今日はちょっとお仕事があったので。ね、本日になったらアップしたいな。そうなんですよ。お酒の歌詞が NG なんですね。アシアナイトのスピン、あ、ありがとうございましたね、言ってくださってて、ありがとうございます、嬉しかった。そう、ミオさんにもそう褒めていただいて、スピン、そう、しかもね、なんかね、この間一緒にいてたタコちゃん、ゆめみん、あ、そう、めっちゃ面白かった。なんかさ、リハしてるじゃん、リハしててさ、一曲終わってなんかちょっと直しとか、そう、いろいろ歌詞確認したりとか、歌詞確認したりみたいな、いろいろちょっとね時間があったりするわけね、あの、まあ、1分とか2分だけど、その間にさ、そう、お話しし、そう、ふにゃふにゃしてるかお話ししに行ったのよ。今日もワカメちゃんだねみたいな、そう、私ワカメちゃんって勝手に呼んじゃってそう、ゆめみちゃん、そうなんですよ。その時にいきなり肌が綺麗ですねって言われた。そう、マジで面白い、いきなりの肌が綺麗ですね、びっくりしちゃった。めみちゃんはね、なんかいつもふにゃふにゃしてる動きが、ふにゃふにゃ、うん、わかめちゃん、行くでしょ。そう、話に行ったらまさかの肌綺麗ですね発言、ありがとうございますって感じで嬉しかった。あ、寝るんで食べてるよ。
の、だから中目ちゃんみたいだねって。そうなんですよ。がマジで面白い。なんか不思議ちゃんですね。不思議ちゃんが最近見ててます。なんかふわふわしてんのかなと思ったら全然ふわふわしてなかった。意外と好き。ね、お天気ではないんですよ。お天気、あれはちょっとなんか、あ、違いますけど、お天気の話はしないですけど、普通にお話してます。なんかゆめみんと。カスミンと一緒の MC があったんですけど、なんか私とのんちゃんはいつもなんか普通にね、なんかまあ、あ、これどうみたいな感じで普通に決めて、一人ずつ話すこと決めて、そう話してんですけど、なんかね、イネミンとカスミンはすごい面白かったの。めっちゃ笑いを大切にしてるらしくて、二人はこうすれば面白いみたいな、こう言った時にこう言えばみたいな、めっちゃ考えてた。えらい、ちゃんと考えてたね。まさちゃんタイプかなと思ってちょっと笑いを狙いに行く二人ともね、私たちが面白くするんだよね、感じのマインドだった。面白いね。なちゃん、ハートありがとう。ですです。ワンタンさん、ありがとうございます。くまちゃん、ありがとう。マジでね元気が困っちゃうわ。友達がさちゃんとだれ見て惚れてたので、嬉しい。視聴あったら二人で、嬉しいです。来てくださいますか、なっちゃん。ありがとう、嬉しい。どういうこと？あ、カラオケでただいま練習公演してきた。おもろい、それは。それは面白い。あ、ふぐちゃん。ふぐちゃん、ね、ふぐちゃんも久しぶりに会えたよね。嬉しかった。かわいい、ありがとうございます。ね、戦う真ん中ハニー、戦う真ん中ハニーね、いきなり。いいよね、わかる。私も食べてる。てか、あ、もう喉飴のね、減る量がやばすぎて、生地にね、何個も食べるの。なんか、生活してるときに、本当に、すぐにこう、いきなり食うわけね。なんかだから電車乗ってる時とか、そうそう、そういうところとかで本当にしんどすぎて、そうはすぐにあのアメちゃんを食べるようにしてるんですけど、止まらないのよ、一回来たら。本当にそうなのよね。いいのど飴を皆さん紹介してくれてる、ありがとうございます。
そうなのよ。私はちょっと喉に来ちゃって、でも結構喉の人が多いんじゃないかな、咳。そう。ですです。ほんと髪伸びたんだよね。まさちゃんに切ってって言われるんだけど、まさちゃんは私のね短めが好きらしい。短いと言ってもあのこのミディアム的なこのくらいかな。そう、そう、龍角散さ、まずい、なんか、まずいじゃない、なんか苦い、わかる、なんかだから龍角散はミルクとのなんかあるの知ってます？あれがいい。その龍角散なんか粉とかダメなんよね、私。てか粉の薬がダメなんよね、まず。龍角散がいいんだ、やっぱり。この間ね、マネージャーさんからもらったんだよね。女の子のファンまた増えた。そうかな。それは嬉しい。また？みんなありがとうございます。ね、殺っちゃってね。殺っちゃってね、とか言って。そう。私も殺っちゃったからさ。長引きます。だって なったのいつだって感じなんだけど。私が公園出れてなかった時。あ、切るよ。さすがにこのままずっとは伸ばさない。切りに行けないんだよね。あんまり。そう。だからなんかツインテールをするから短すぎるとここミディアムだとなんか赤ちゃんみたいになっちゃうから、それで伸ばしてるってのもあるですね、あるですね。そうそうなんですよね。うん、ルクルクセンブルクルルル、口が言えなかった。ルクルクセンブルクさん、ありがとうございます。生姜をね、あ、てかこの間生姜あのなんだっけ、送ったレンコンのさ、レンコンチップと岩下の新生姜のなんかコラボみたいな、美味しかったです。いきなりの感想、めっちゃ美味しかった。あれえ、どういうこと、龍角散とコカコーラって合いますか？合わないんじゃない、合わないんじゃない、私はやんない絶対。なんかなんだろう、私はコーラが好きなのでね。はちみつ、あーそうね、はちみつね、はちみつレモンみたいな感じののど飴とか持ち歩いてますね。ポニーテールね、ポニーテールができたらいいんだけどさ、できないのでね、私たちは。そう、のんちゃんもそう、一緒なんですよ。のんちゃんもそう、喉に来ちゃって、二人とも一緒の時期ぐらいかな。だから喉、二人ともやられちゃってて、二人でね、はぁ、体力がやばいね、とか言いながら、そう、レッスンに参加してたんですけど、そう、ちょうどね、あの、研究生の曲とかのそう振り入れとかもさ、いろいろあってもうね、ちょっと動くだけでもダメでしたね。階段登ったらもう本当に、そうですね、あ、すごい。あ、そうなんですよ。上の方かな、メイクさんかな、わかんないけど。そう、決めていただいてて、そうそう。ツインテールが私は、そう、指定なんですけど、まあ、もともとあの、壁車の方も、ハーフツインで、そう、もともと最初からツインテール系でやらせていただいてて、
で選抜に入れていただいてからなんかツインテールをそうよくやるんですけど、今回のシングルは2つでこうポンデリングがよくやるかな今回は。まあ2個結び系が多いんですね、2個で。私はいや本当にね、若いのにっていうかね、普通になんかだるさが本当にやばかったの。そう、もう本当に今こう動けるようになってるけど、ちょっと歩くだけでもダメだったからね、めっちゃきつかったですよマジで。熱で高熱で出すとなんか悪夢見るじゃないですか、マジでそれだった。あいさん、くまちゃんありがとうございます。すき焼きにコーラ、まあすき焼きにわたあめ入れますもんね。おお、メミンが、そららまつげが長くて嬉しい、すごく素敵嬉しいです、嬉しい。そう、あ、そうなのよ、まつげめっちゃそう18ちゃんに褒めてもらって、そう嬉しかった。なんでそんなにまつげが長いんですかってもろかったかすみ。そう、今日ね、そうなるさんにもそう言っていただいて、それ自まつげって、そうそう、何すごくない、そう今すごいのよ。そうなんですよ、今すごいんですよみたいな。嬉しい。なるさんと身長、そうです、なるさんは公式では一緒の身長です、公式152。そうでしょ、バキバキは面白いな。そうなんですよ、眉に触れそうな。そう、一応美容液も塗ってます、マツパもしました。そう、マツパしてます。これでマツパじゃなかったらすごいよね。そうでしょ、ほらまつげ、そう、寝るのは食べ終わったよ。本当嬉しい、そう肌ね綺麗、そうそうなんですよ、嬉しいんですね口が回ってないわ、嬉しいです。でもなんか普通にそう綺麗って言っていただけるんですけど、ベースメイクに力を入れていて、そうベースだけでも良きものを使うように心がけてます。すごい、ありがとうございます。あ、全然私ね、あのなんだっけ、マジマジとか使ってる、あのまつげ美容液今はね。
しょ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 。あ、サムちゃん、ありがとうございます。サムちゃん。本当嬉しい。一段と可愛くなってる気がする。嬉しい。ありがとうございます。それは嬉しい。そう、あのね、マジでね、朝からお仕事して、その、なんだ、ラジオ、5時、そう、4時半までのラジオの時は、本当に朝6時とか7時まで、この、もう24時間、この、がっつりね、鎧を。そうなんですよ。だからね、肌がね、荒れてくんですけど、そう、いつも、ゆきちゃんと言ってる、肌荒れるよねやっぱとか言いながら頑張って2人で分離化してるんですけど、肌もそう、あの一気に荒れるからね、わかんのよ。そう、メイクオフも、そう、メイクオフね、なんかお湯落ちとかね、なんかまつげの、そうあるけど、私は結構普通にしっかりとリムーバーで落としております。あと、そう、私はメイクシートとかで落とすのが好きじゃなくて、絶対あのクレンジングバームで取りたい派なんですね。そう、毎日愛用してるのがあるんですけど、それを使って落としております。最近こっちやったい、慣れてきた。無理はせずにね、一緒に頑張りましょう。マジで本当、あの呼吸してないから、あの毛穴はあるんですけど、たくさん、はい、顔面で呼吸はしてるんですけど、メイクをすることによって塞がれております。カティさん、ありがとうございます。でも、もう普通にもうなんかラジオとかは、深夜ラジオとかは、もう、なんか、まあ、時間的に無理だったら落とせないんですけど、もう落とせるときはもう全部落として、もう、なんて、ほんと、お風呂上がりです、みたいな感じでいきますよ。言っております。まあ、写真と動画、ね、現地だったら、あの現場だったらね、残るんですけど、そう、あ、まあいっかなーみたいな。そう、もう一回、そう、もうのね、お風呂上がりみたいな感じで行って、もう写真とね、動画を撮ってきたので、まあ、今更ね、って感じで、まあ、自分がね、一番楽なのが、そう、いいのでね、その時は、それで行っています。そう。全然リモートじゃなくてもお風呂上がりで行きますけどね。お風呂入って秒で行くみたいな。まあ、時間があればね。嬉しい。男装ね。愛ちゃんもね、褒めてくれてて、愛ちゃんわざわざというか、愛ちゃん、ちゃんと、保存してくれてて、あの写真を、その乗っかってる写真。そう、嬉しかった。ひくん、ありがとう。そう。ね、髪の毛、そう。でもね、髪の毛サラサラってこの間の公園で言っていただけて嬉しかった。こんな伸び、伸び伸びだから。こんな言っていただけて。式はね、パサパサですけど、こう。そうなんです、須田さんもすっぴんで仲間です。イケビになる前にメイクこだわった。そうね、メイクがもともと好きで、そう、いろんなメイクとかを、そう、集めてたりしてて、なのでその時からメイクは好きだったんですけど、そう、
AKB に入ってからよりこう、なんだろう、やっぱ見られるので、こうね、研究というか、普通にね、映えるようなメイクを、そう、こう、錯誤して、変えてったりしてね、やってて、あとテレビで映るときと、結構そう、違うので、歌番組でのメイクとか、気にしてます。で、今回ね、歌番組とか、まだ何があるかはあれなんですけど、まつげ目に入ったりするよ。マジで痛いよね。普通にまつげ目に入ったらみんな痛いと思う。痛いよ。妹楽？楽ではないな。まだ中傷大変だよね。タクトさんありがとう。そう、愛ちゃん。保存してくれました。今日もね、昨日かな。そう。ララちゃん、保存したよって言ったから。嬉しい。頑張ってください。ありがとうございます。のんちゃんがいい香りするって本当に？するかな？なんだろう？するかな？嬉しい、のんちゃん好き。そうね、でもなんかのんちゃんは、いつも近いから、そう。のんちゃんも近い、距離が、いつも。私は全然、のんちゃんの上に乗りますね。いい写真があるの。いい写真があるのとか言って。マネージャーさんが撮ってくださっていい写真があるんですけど。そう。まだね、ちょっと、あげられないんですけど。いつかあげれたらいいな。まあ、そろそろあげられることでしょう。メイク上手だね。ありがとうございます。嬉しい。まあね。あ、全然全然。皆さんもね、いつもね、起きてくださってね、聞いてくださってて、一緒に頑張っていますよ。すごい。かっ飛ばしてんね。いやー、似てる？嬉しい。ね。本当に、愛ちゃんは可愛いですよね。おやすみー。サブちゃん、いいよ。こういうこと？何時だ？あ、峰松さん、めっちゃ可愛い。ありがとう。嬉しい。嬉しい。寝てるか、反抗期それな。え、今のバイクじゃないの？ めっちゃかっ飛ばしてたね。よかった。ヤンチーみたいだったね。治安草とか出てる。勘違いされちゃう。全然そんな、そんな場所じゃないけど。そう、リモートマジで眠くなりますよ。本当に危ない、あれ。特に私はなんかわかんないけど、なんか順番が最後なんですよ、挨拶の。だからもう、本当に自分の出番までに、本当3時過ぎなんですよ、結局は。私の出番がね、1時半から始まってるけど。だからもう本当に、やばい。本当、公演、2公演終わりとか、まあ、本当に、寝落ちしちゃう、あれは。本当に危ない。ダメね。本当に。もう、人間だわ。ありがとう。大丈夫なの。今日はちょっと、もうちょっとおしゃべりしようかなと思って。
ゆったりと教えてくれてありがとう。あ、ゆうちゃんね、そうそう、ホテちゃんの話をね、よくそうするんですけど、そう、もちろん私もホテちゃん推し、ホテちゃん大好き人間なんですね。もう可愛くて仕方がないから、そう、いつも書いてますね。マジで可愛かった、本当に。昨日も、昨日かな、そう、リハ、ね、私たちはなかった、私とゆきねはなかったんですけど、ね、頑張ってて、ちょうどあの、面のサイン書きをしてたんですね。面とか言ってさ、面ないかな。そう。で、会った時にマジで可愛かった。何であのお目々がキュルキュルなんですかね。あとね、あの、お家に帰れててよかったよ、思ってた。なんか遊びに行ってて、すごく楽しんでたから、嬉しくなりました、私も。すぐに直し、可愛い、ほんと好き。え、ほんとに。ね、3公演だったら絶対寝ますね。確実寝ますね。寝れますね。ねえ、かわいいよね。ユニップね。いいですね。かわいい。赤津さん、ありがとう。ミラーボール。遅いですね、言うのが。申し訳ない。いや、ほんと、100何枚書いて。なんで17キャソニー買うんですか。可愛いよね。本当に可愛い子が多いです。もうね、幸せ一緒にいて、私も可愛くなれますし、みんなで可愛くなれてますね、とっても。はい。みんなであげてってます。可愛いよね。可愛いの塊マジでみんな好き。そう。私あまり変わらないんじゃないの。何が誰と？ホテですか？ホテは同い年。そう、ホテは同い年。ホテちゃん、マサちゃん、アイちゃんが同い年です。かわいい。いやー幸せだよね。こんなだってホテちゃんにマサちゃんにアイちゃんってさ、どんだけ幸せなんみたいな。マジでいろんなジャンルの可愛い子がいて、面白いし一緒にいて、そう、すごい楽しい毎日。はじめまして、ミスターさん、ありがとう。クマのぬいぐるみの、わかる。クマのぬいぐるみのポテトサラダのあそこが私も自分的に好きで、マジで本当に幸せなんですよ、あの瞬間。オラ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 ってしてるんですけど、かわいい。何あのパンチ、何あのパンチ、なんだろうね、かわいい。赤ちゃん、本当赤ちゃんの手でパンチされてる感じが、ニコニコしちゃう、いつも楽しんでます。はい、そうなんですよ。ね、嬉しい。ね、滝沢さんよく言ってくださってて、嬉しい。そんなに、上がってます？嬉しい。あ、ソラル好き。ありがとう。同い年にね、見えないよね、わかる。めっちゃクサクサって送られてきてる。ね、わかる。ホテちゃんはマジでキャラクター本当ね。私も意外と別にすごい大きいわけではないんですけど、もうね、こんなんですよ。こんなんもう ここないぐらい。もうおててちっちゃいんです。これがまた私も握手会行こうかなって思っちゃうぐらい可愛いですね。ララソちゃん呼びもいいですよね。そう、アイちゃんはララちゃんで、てちゃんはララソちゃんで、まさちゃんは、なんだろう、まさちゃんはほんといろいろ呼び方あるな。いろいろ呼んでますね。かわちい。ドレミファさんね。
ドレミファさん、ソラシ、いろいろありますよね。そうね、17期の中で一番呼ばれ方が多い気がする。なんか日に日に増えてってて、びっくり。なんだっけな、おだいりさんかな、おだいりさんがソラランドさんかな、なんかあった気がする。そう、呼んでくださってそう、嬉しいですよ、とっても。そう、おだいりさん、おだいりさん今回ね、すごい、立ち位置が近いので、そうそう、お話しさせていただいたりしますね。いや、面白い、本当に自然と笑顔になっちゃう、おだいりさんが、そう話してると。あ、なんか安心感がある。ね、すごいよね。18期ちゃんは、なんて呼ばれてるかな。あんま気にしなかったかも。先輩、そう、先輩でもなんか、そう、いろいろな、の方とお話しさせていただいてて、そう、どうしても君が好きだの時、シングルよりも、多分お話できてるんじゃないかなってそう思ってて、すごくなんか最初本当にもうどうしても君が好きな時はもうびっくりしすぎて、呼ばれた時に、なんか最初に、そう、やっぱそのね、初選抜の中では、そう、私が一番その最初に呼んでそうもらったので、ってなるじゃないですか。そうそう。でさ、選抜の方と一緒に立ってるだけで、なんかもう緊張した、最初は。そう。でも、すごく今、とってもね、いろいろなお仕事をこう一緒にさせていただいて、そう、少しずつお話しできるようになってきましたね。津川あゆみちゃん、そう、津川あゆみちゃん、役をそうしてるんですよ。いきなり話変わるけど、映画。津川あゆみちゃん。すごいですよね。免許を取って、運転しているという、まさか。びっくりですよ。MC でめっちゃ話すようになったよね。ってこと？あ、普通に MC？ 公演かな？公演ね、最初緊張してたからね、普通に。やっぱ緊張しますよ、普通に今でも。ドキドキはしますけど。最初とかも、なんか頭真っ白だった気がする。かわいい、嬉しい、あつきちゃん。そうなんですよね、落ち着いていて大人っぽい設定。なんかね、あんま笑わないんですよ。笑っちゃいけないんですよ。私、笑うじゃないですか、すぐ。そう、笑うんですけど、笑っちゃいけないんですよ。もう永遠にこの顔で喋ってました。
笑っちゃいけない、ほんと顔表情に出しちゃいけなくて、そうガールズドライブね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。MC は何話すか決めてるの？大体のことは話し決めてますよ。さすがにいきなりね出ていきなりわーで話すわけではないので、さすがにね。こひちゃん、そこひちゃんはすごいなんかなんだろう、すごいね、山崎さんの生誕祭を見てなんか表情をこう勉強してますみたいな言ってくれて、そうそう山崎さんめっちゃかっこいいですって言ってくれて、すごいそう嬉しくて嬉しくて、こひちゃん優しいんですよとっても、そうだから仲良くなりたいなってそう思ってるんですけど、ぜひね、最近そう公演、今月はね4回出させていただいてて、今ありがたい、まだあったらねぜひ会いに来てください。そうマジで笑ってはいけない、ソララやってた、ほんと絶対笑ってはいけない、全然笑っ、なんか、まあ、時々ねなんかちょいちょいあるんですけど、なんかこのまあね難しいですよね、この感じで話して演技っていうのが、だからね本当無でいくから棒読み人間みたいにならないか最初本当不安だった。 MC 盛り上がった時のほど器物の切り替えが好き、ああ本当ですか嬉しい、そうなんか結構そこの切り替えと、あとなんだっけ制服終わった後の切り替えが好きって言ってくださる方が結構多くて嬉しいです。ありがとうございます。ガールドライブは見に行けるだけ見に行け、見に行けるだけ見に行け。ありがとうございます。嬉しい。ぜひぜひ。こんばんは、リリカちゃん。ナオトさん、今日はまたお話会。あ、追加でありがとうございます。待ってます。ね、あ、そうだ、あ、そうだ。いや、今気づいた。お話し会の、そこと話そうかなと思ってたのに、忘れちゃったじゃん。普通にお話ししちゃった。まあ、いいよね。え、ドーナツは空耳だよ。絶対ドーナツは空耳ですって。テレビ反抗期ね、私も好きな曲で。めちゃめちゃ曲調好きなので、はい、たくさん聴いてください。コヒちゃんの配信が始まった、コヒちゃん、あれコヒちゃんの配信始まった、ハート送っとこ、あれ二十八期ちゃんの情報あんまり、私でもどちらかというとあんま喋れてない、なんかあまり関わりがないんですよね、はっきり言って、まだ申し訳ないんですけど、そうフェスとか本当にそう合同のフェスまだ一回も出れてなくて、そうみんなフェスに結構何個か出てたり、今回のねフェスも別は出れないんですけど、そうそうだから本当この間の公演ぐらいでしたね、お話ししたの。そうだからね、まだ私にはあまり情報がないので語れないんです、まだ申し訳ない。
ね、ありがたいことに映画とかやらせていただいてて、そう、それでまだ関わりが少ない。マカロニ48さんだ、尊い、ありがとうございます、ありがとういつも見に来てくれる。映画見て笑ってはいけない。運転免許を取ってないですよ。なつきちゃん、学校の友達にさらちゃんめっちゃ可愛いやって、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、全部好き、嬉しい。おいしょ、ロケロケね、あれどこ、もうどこまで出てるのか分かんないけど、うん、そう、まあけ、まあ見ていただけたら分かるんですけど、どうしてみんなとそんなにお話できてないかが分かると思う。ロケロケも何人かとしか撮れてない。あ、なさかさん、くむちゃんありがとうございます。本当？アスカちゃん待ってる。辛麺ね、わかる。まだうちも食べきれてなくて、うちんちもお母さんが買ってました。いや本当、免許取ったらマジで本当にね倒れてる。怒ったりしますよね。どういうこと？まあね、でもそんなに私はあんまりあれかも、活動してる中では全然ないかも。これね、やばいでしょ、本当にやばいんだよね。どうか治ってほしい。そう、そうだ、お話し会ね、お風呂入る、入っておいで、お風呂入る、草、どういうこと、草は面白いな、絶対草じゃないだろ、つけるの。マグカップかわいいでしょ、猫ちゃんなの、猫ちゃん。そう、これなんか上にさ、あの声やばすぎ。あやつら見ても怒らんね、優しいよね、優しいよね。そのふうなあれなんですけど、全然ね。まあでも何回も言ってますけどね、一番に押してくださってる方が一番好きよって。犬ではないの、声やばくない、笑えない、ほら可愛い、ありがとうカフちゃん、ほんと？テムちゃん、そう、可愛いでしょ、テムちゃんはね、可愛いんですよ。ハスキー、そら、申し訳ない。いや、ちょっと、ちょいハスキーでいきますね。ちょっと、あ、お耳に悪いかも。そうなんですよ。本当に、ごちゃの時、あ、今週？先週？そう。先週だ。一応。めっちゃ咳が止まらなくて、本当、やばかったんですよね、あれ。そう、どうにか耐えた結果、あの出来だった。次はね、ちょっと止まらない、あの、めっちゃ続くあれがなっちゃって、そう、きつかった。そうなんですよね、
あ、こういう感じで出た。よかったです。それはよかった。そうみたいに可愛くないって嬉しい。一緒に頑張っていこう。私も頑張るね。そうだ、何回も言うけど、お話し会の話をしようと思ったんですよ。お話し会の話をね。走らないとで声大丈夫だったね。走らないとってからですね、あれですね、声が乗ってないとき、切ってるときにめっちゃ 失礼しますって感じでちょっと整えていました。ちょっとね、早く治ってくれって感じなんですけど、いきますね。お話し会のお話をね、私はしようとしてるんですね。そう、お話し会、なんか別に、あ、この日にこれっていう確実な決まりを私あんま作りたくないですよ。 できなかった時に本当に申し訳ないことになるから。そう、この前一回、そう、なんか 睡眠のいろいろな関係でね、できなかった時があった。ちょっと一回意見を聞きたいというね。そう、どの部おすすめとかある？どの部おすすめというか、全部おすすめって言っとく。浴衣くさくさ。いや、浴衣出すの遅すぎて笑った。サンタ？ポテちゃん。いや、ポテトのお揃いあるよね。ポテトのお揃いあるよね。そう、ポテちゃんがさ、誘ってくれて、嬉しい、優しい。嬉しい、優しい。ポテちゃん優しいよ。こんな私とお揃いにしようね。大好き。そう、ホテちゃんとの一個決まりじゃない、決まりなんですけど、サンタさんね。サンタ、なんかさ、これこれ、ここないこれ、これおいこれみたいなのしてたらさ、まあ、いいのかもしれないけど、すごいいいのかもしれない。とっても、私もそうしたいのは山々なんだけど、一旦考えてみるねっていう、一旦ね、一旦考えてみる。そう、福岡に行く時間とかね、いろいろね含めてね、こうやっていかないと。みんなで作っていきましょう、素敵なお話し会を。サンタさん、サンタさん1、1、サンタさんはね、いいよね。小悪魔コス、ああ、そういう感じね。何がいいかな。申し訳ないね、浴衣は。本当に謝る、何回でも。何？かわいい、ありがとうございます。かわいい私服、あ、かわいい私服ね、オッケー。かわいい私服ね。私さ、そう、なんか、この間ね、エブリンで買ったんですね。そう、でもそれがね、一応半袖だから。そうそう、お話し会ってまだじゃないですか、一応。そう、まあもうすぐだ、じゃあもうすぐ、まだじゃまだ。そうだから、長袖のね、ちょっと薄手とかの長袖、季節になったら買いに行きたいなと思うんですけど。そうそう、そんなバンバン買えないか。あ、そうそうそう、一旦ね、モバメで集めようと思って聞いてみたっていう感じでございました。そう、ワンピースいいよね。やばいのいる。 ハロウィン？あ、トナカイね。サンタじゃなくトナカイ系ね。あー、トナカイね。この間サンタさんしたもんね。でもいいよね。まあ、どっちもいいよね。あ、チャイナ服ね。この間女の子からも言っていただいた。チャイナ服。かわいいって。毎日同じ格好でもいいです？ほんと？優しい。
でしょ？ 覚えててね、マックさん。大丈夫だよ。だって一緒に買いに行く、買いに行ったりなんか一緒に決めるんでしょ？そりゃね、もちろん。えなちゃんも優しい、好き。のんちゃんの配信ではやめてください。のんちゃんのとこに変なこと書かないでくださいね。ほんと失礼。うちののんちゃんなんですけど、やめてくださいね、皆さん。本当にやめてほしい。ね、サンタコスはね、安定だよね。わかる。全員サンタじゃないの。全員サンタというか、なんか、まあ、去年かな？去年はなんか用意してくださって、着たい人は着るみたいな。着たい人は、言ってくださいみたいな感じで、貸していただいたんですけど、そう、今年はどうなんだろう。昇格したら黒羊のコスプレ送ります。お、来ますね。来ますね。ね、やっぱかっこいいのも入れたいよね。わかる。ちら。洋服あげたい。うん。頑張るね、私も。そのために。そのためにとか言って。そう。みんなでね。本当に申し訳ない。なんか。みんながいつもさ、なんか買ったよとかさ、これ買ってあげたいとか、なんかちょっともう本当に申し訳ない、本当、研究生を頑張ります。そう、今日もうみんなで頑張ろうねって言ってたんよね。魔法使い、すごいな。魔法使いなんてあるの？ワンピース、チャイナ服、テニスコス？ああ、運動着的な？ああ、そういうこと？でも私エブリン好きよ。エブちゃんと一緒にお話かい？それは幸せだ。めっちゃ幸せじゃないですか。さん、研究員。ハリーポッター？いきなりのハリーポッター？シマエナガ？シマエナガ可愛いよね、わかる？でもこれシマエナガのコスプレって シマエナガのコスプレ あんのかな？シマエナガちゃんってなんかこういう丸いフォルムというか、なんかこう、ふんわかして。してるからどうなんだろう。すごい、もうなんかみんな絶対おかしいの送ってきてるでしょ。ねえ、ビッグラブありがとう。パジャマ、あ、パジャマあり。パジャマね、パジャマね、パジャマはありかもしれない。ね、よく先輩方とかもやってたりね、みんな。ワンちゃんなる？ね、ラッコあり。ね、ラッコありなんだけど、ラッコどう？どう思う？ どう思う？ ラッコはどうですか？ね、ラッコちゃん。ラッコいい、ラッコいいね。ありがとう。ラッコいい？ラッコいい？どう？どうですか？賛成です。ちょっとゆるい
ねえ、魚丼の人がいる。ねえ、ほんとに。ねえ、ほんと魚丼は草。ねえ、魚丼ちゃん全然いいんだけどさ。うん、いいんだけどさ。別に、あ、だけど。もう、おもろいなぁ、魚丼は。そっかそっか。いいねえ、ラッコより。かわいい、何それ。背泳ぎ、私ね、背泳ぎ得意じゃないんだよね。背泳ぎが一番苦手というか、あんま好きじゃなく、好んでなかった。好んでなかった。バタフライが一番好きですね。いや、楽なのは平泳ぎですけど。クロールも好き。クロールとバタフライが早く泳げるかな。そう。好きですね。個人的に一番好きなのはバタフライです。すーちゃん、こんばんは。かっこいい？ありがとう。いろいろちょっと聞けてよかったです。ちょっと参考に考えます。なんか、まだまだ、なんかこれ思いついたとかあったら、ぜひ空からのお手紙をつけていただければ目に留まるかと、目に留まるか見れるかと。よいしょ。すごい、めっちゃバタフライ褒めてくれてる。ありがとうございます。バタフライ、本当嬉しい。ありがとう。ああ、スマイルのパーカーね、知ってるよ。どういうこと？握手会のお話は？どういうこと？握手会のお話。お話し会と握手会のお話は全部一緒、一緒よ。エビフライ、これかわいいの。かわいいね。シマエナガの空き切りついてくるんだ。でもなんか持ってた気がする。そうなの。え、なにそれ、ちょっと待って。鍵面のカチューシャ、それが気になる。それが一番気になる。なにそれ、ちょっと待って、調べよう。ねえ、ちょっと待って、待って待って、え、どういうこと？ちょっと待って、それ置いといて、え？ラッココスみんな買おうな、ちょっと待って、あ、待って、ラッコがたくさん並ぶってこと？やばいね、面白い。いいじゃないですか。エビフライかわいい？そうか？行かないとね、ピューロ、でも行けないんだ。へえ、なんかでもカオスですよね、それは。普通にラッコがたくさんいるのは。わあ、ラッコがたくさんいるみたいになるかな。え、もう買ったの？びっくりなんだけど。え、すごい行動力。何しても可愛い。ありがとう。ラッコレン。あ、雄大さん。すごい。あ、星空だ。マークが。嬉しい。
水族館になりますね。それでは、あ、カワウソ着てこうって、まあワンチャンバレないですね、カワウソ着ても大丈夫です。どういうこと、ハマグリ持って、本物を持ってこないでくださいね。やだ、私もね、さすがにね、なんか着たい、ラッコは着てみたいなとは思ったんですよ。そう、え、絶対いるよね、カワウソとかアザラシ、アザラシ、なんかいろんなね、間違えて来てしまった動物たちがいそうですけど。あえての貝殻ね、12ね、冬がいいね、それはね、オットセイ、うん、水族館じゃん、クサクサクサ、それな。クサクサクサ、おもろいな。ウケる、ゆくりやさんだ、ありがとう。お、ワンちゃん、これは魚丼の人、いいね、魚丼でもいいですよ、全然魚丼着てくてください、着てきてください。魚丼おもろいですよ。なんかマサのところに行って魚丼を着てってほしい、誰かマサちゃんのファンの人に魚丼着てってほしいな、いないかな、誰か着てってくれる人。マサちゃん、なんか魚丼のさ、ピン持ってってさ、ヘアピンもらったのかわかんないけど、そう、マサちゃん魚丼好きなんだってそう言ったりすると、マサちゃんは魚丼が好きじゃない、マサちゃんが好きなのは違う。かわいい、マサちゃん魚丼じゃないんだって。なんかわざとマサちゃんのところにある魚丼を切っててほしい、誰か、マサちゃんのファンの人だのも。え、まあ魚丼も水族館の仲間かな、空は楽園っぽい。ああでも、まあ、顔なんかそう、わかるというか言われる、この感じがね、わかる。後ろのオレンジはソフトクリームですか、違う、なんか背もたれを、ソファーじゃない、クッション、なんか、うん、そういうやつね、ユギボ的な。私は推しに、ぜひ魚丼を着てってくださいって言ってください。魚丼ね、アシちゃんが、そうそう、皆さんそろそろ寝ますか、寝ますかとか。うん、おいしおいし、ぎょぎょぎょ、こんばんは、まだ別に魚丼は本当は好きじゃないからね、寝ない、寝ます、おやすみ、おやすみ。そう、明日はね、早起きではないの、私。久しいに、早起きではないので、ちょっとゆったりと今、話しておりますけど。お付き合いいただいてありがとうございます。ギョギョギョ、さかなくんのね、それな。な、さかなくん、ふざけてんね。そう、まだ寝ませんか？私も寝ません、さすがにね、11時にはお風呂入るけど、お風呂に入らないとこの鎧を取るんだ。セッキーさん寝てるわ、ナンプイチゴちゃん、嬉しい、ありがとう、アイちゃん卵焼き、おもろいな、
健康診断か。明日の皆さんの予定が書いてある。お仕事の人とかね、まあいろいろね、学校とか。お休み入れないけど、のんちゃんだ。あー、真夏のシンデレラ見ないと。そう、早起きじゃないとね、すごいいいよね。わかる、普通にまだ寝るのは早い。なんかもうね、もう予定がバグってるので、私の頭の中は。もう、わからないですね、いつが、ね、寝る時間か。ありがとう、真夏、そう、真夏のシンデレラ見なきゃなんだよ。そう、浦川さん、そうです。います。チャイナドレスね、よく言われる、よく言われるって言って、ちょっと日本語おかしいわ。チャイナドレスは、あらー、来たの、ちょっと、ごめんなさいね。もうダメよ、もうダメよ、もうダメ。おめちゃんは寝てたの？寝てたの？そう、かわいいでしょ？かわいいでしょ？そう、かわいいの。うちの子しか勝たん。もちろん、てむちゃんも寝る時間だからね。一瞬ですよ。かわいかったでしょ？口に手入った。癒しだよね、わかる。ラブイチゴちゃんのワンちゃんは元気ですか？ね、モコちゃんも可愛いよね、わかる。わかる。マジでモコちゃん可愛い。かわいいでしょ。そうなんですよ。犬ね、苦手な人はね、無理だよね。どこと、わかるよ。私は好きだけど。すごい。たくさんハートありがとうございますね。テムちゃんは8かな。赤ちゃんみたいな顔なんだよね。テムちゃんは誕生日は12月26とかだった。本当よかった。元気、かわいいよね。マジでかわいい。2匹ともかわち。人間も苦手なのは草、どういうことやねん。ほんと？
そうなんですよ。意外といいお年をしております。うちの犬はおとなしい方。まあ犬種的には元気だけど。よいしょ。あ、ほんとゆいちゃんと同じ誕生日。あれね、毛がね入ってちょっと取らせていただきます。もこちゃん、もこちゃんマジで可愛いよね。冷やしてきてあげて。ティミちゃん吠えるときありますね。ダメなんですけど、本当はあのそっと散歩してるワンちゃんとかがなんかそう2匹とかいてワン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 吠えてると参加しようとします。マジでやめてくださいって感じ。あーニコラス、雷ダメなんですよ、うちの子。雷は震えが止まらないんです、あの子。もういつもブルブルしてる。あと地震の警報、地震の警報もダメです、うちの子は。すごい地震の警報、あ、スマホとかそうなったら、そうなんです、すぐちゃんあの近くに来ます、ちゃんと。いや本当ね、あの音はね、私もダメ、わかる。こんばんは、ひこさん。やっぱそうだよね、ワンちゃん猫ちゃんってね、ダメだよね、雷とかね。いやマジでびっくりするよな、あの、わかる、あの音は。近くに来るの可愛いでしょ、そう。かわちい。あ、ワトウショコラさん、雷がダメなんじゃないかな、多分。そうですね、すごいめっちゃラッコがついてる。打ち上げ花火ね。あ、てか花火なぁ、いいよなぁ、花火したいんだよな。あー、ほんともこちゃんよかったわ。よかった。私線香花火が大好きなんですけど、そうだから線香花火をねちょっとやりたいな。もう夏終わるんですけどね。ちむちゃん泳いだこと、ちむちゃんはお風呂でパタパタしたことあるんですけど、多分彼は泳げない系、下手くそだからきっと泳げない系だと思ってる。そう、あ、17期ではやりましたよ、線香花火。お家ではしてないよって。そう、そういうこと、そういうこと。線香花火ね、ほんと好きなんだよね。犬イコールあげる違うと思う。それはそうね。あの下手くそなワンちゃんもいるのよ、泳げない系ワンコ。そう、うちもね、だいたいシャワーだけ。なんか一時期ちっちゃい、ほんとに赤ちゃんの時、赤ちゃん、そこまで赤ちゃんじゃないな。そう、昔お風呂に、そうそう、ダメそうでした、多分あの感じ。ね、それな、泳いでくれ。ティミちゃんはお手もおかわりもします、何でもおまわりもします、何でもできます。花火売れ残ってきて、買ってきて。ほんと？いいじゃん、線香花火をぜひ分け与えてくれ。賢いでしょ。そうなんですよ、てーちゃん賢いんですよ、うちのてーちゃんは。そうなんです。てむちゃん得意なんだろうね、なんでもするんだけど、なんか
お手、おかわり、おまわりの順番が、まあ、基本だと思っちゃったから、もう他にもやるんですけど、ゲーもう それはもうその3つは特によくやります。あと見て、最近豆乳ビスケットにハマってるんですけど、あの無印の豆乳ビスケット、魚さん、魚さんとか言って、そう、それがおすすめです。おいしい。かわいい、もこちゃんできないの？マジでかわいいよね。もうワンちゃん大好きすぎてすぐ反応しちゃう。そう、無印しかもさ、お手、安い。なんでこんな素晴らしい。かわいい、この魚のビスケット。ぜひ。私が最近ハマってるのはこの豆乳ビスケットと、あと男めぐみ。待ってもできます。皆さん、明日は無印にお買い物に行くことになりましたね。予定が増えました。すいません。ぜひ。でも普通に美味しいのこれ。うんうんうん。カニパンはまらなかったね。あ、普通にカニパンは普通にはまるというか、朝ごはん、あの朝がすごい早い日とかに食べれない時に持ってくようなので、はい。無印に行かなくてはもう最近ね、ローソンに売ってるから、無印コーナーが、そう、そこにあるから、あのローソン行けばありますよ。なんかシンプルな、なんかすごいね、すごい、なんかすごかったな。なんかシンプルな味が好きなんですよ。カニパンとか、こういうトニーベスケットとか。そう。あと、クマちゃんバージョンも美味しいですよ。そう、ローソンにあるの、あの最近はあの無印コーナーがちょっとだけなので、ぜひ、かゆ、わかる、私もセブンも好き。あ、そうそうそう、キノコのあの山のさ、棒のやつとかもめっちゃ好き。まあ、まあ、そんな感じですよね。これもトニービスケットも、こういう味が好きなの私。そう、かけピンのね、ピンなし。うん、倒したんだ。感じてる、まいちゃん、嬉しい。まいちゃんね、本当ありがとう。てか、なんかナナさんとの会話が書いてあって、いやーってなりました。明日誕生日なの？ハッピーバースデーおめでとう。ちょっと言い方やばいな。みんな好き、わかる。
よくなりました。全然来てくれてありがとう。こんなに長くしてると思わなかったでしょう。私も柿の種は美味しいです。おめでとうって、おめでとう。くそ、ダメだ。腐って読んでるよ。腐って読むのよくない。わらって読んであげて。これはこれはわらだ。誕生日おめでとう。あ、すごい、なんかハッピーバースデーして、あやばい、今の完全に猿だった。やばい、無理。欲しい。びっくりしちゃったんだけど。ハッピーバースデーおめでとうございます。素晴らしい。おめでとうございます。いやー、おめでとうございます。くさくさ。やばい、笑われた。笑われちゃった、私の行動に。やすこちゃんがお誕生日です。なんかまあ、ララちゃんすぐ草生やすからって言うんだけどさ、あの、草草って、草草。なんか、私は結構草使うタイプなんですけど、そう、あんま使わないのかな、みんな。でも結構、そう。ま、みんなあれなのかな？ LINE では使うけど、お手紙とか、メールでは使わないタイプ。私めっちゃそのまま。草使っちゃってる。あ、わらだよ。草じゃなくてわらで合ってるよ。わらで合ってるんだけど、草草って呼んでる。え、草でしょ。そっかそっか、ありがとうございますって。みんなみんなでお祝いしたすかちゃんのお誕生日です。いいですね。なんかね、私たちっていうか、そう、皆さんなんか仲良しなんですね、ファンの子たち。素敵ですね、とっても。くさくさ、くさくさ終わりですか。お風呂から、あ、おかえりなさい。あ、なんかお風呂から、お風呂から出てきた草。ねえ、ほんとにね、どうしたの？ねえ、なんで？なんで？絶対草つけることじゃなくない？まあね、平和ですよね。ほんといつもありがとうございます。こんなね、ゆるいのにね、たくさん優しくしていただいてて、すごくありがたいですよ、いつも。皆さんのね、おかげでほんとにいつも。ね、いろんな仕事をさせていただいてるので、これほんと真面目な話ね。映画もそうですし、今回の2回目そう連続の選抜もそうですし、そうそう、本当にね、本当感謝ですね。でもまだまだやっぱね、今回のことでいろいろやっぱりもっともっとこう、私もね、もっと実力をつけて、そう、少しでもこう前に出れたらいいなとは、そう、戦力になれたらいいなとは思っております。頑張ります。腐ってるんだよね、やっぱ。そうだよね。いきなりごめんの話戻っちゃった。そう。そうです、そうです。まあね、でもね、どこにいてもね、どこの立ち位置でも自分なりに頑張っていきます。蜂でもみんなは見つけてくれるからね。ほんと映画ね、ありがたかったので、ほんと楽しみにしていただければなって思います。楽しみだね。私も楽しみ、どうなってるか。あ、すごい、びっくり。9000人、びっくり。ありがとうございます。
ね、ぜひ見つけていただければ嬉しいです。頑張ります、これからも。ありがとう。あ、たくさん長い間ね、本当ありがとうございました。このまま永遠に喋ってられるので、私はね、多分ね。皆さん、そろそろランキングを読みましょう。私は永遠に喋ってられるタイプなのね、私も。タンタンと一緒。では17位から参ります。17位カッツさん、ありがとうございます。16位ラブイチゴさん、ありがとうございます。15位ドヒョンさん、ありがとうございます。14位カティさん、ありがとうございます。13位マジレッサーリョウケさん、ありがとうございます。12位アリスさん、ありがとうございます。アーティストの11位なっちゃん、ありがとうございます。10位トシちゃんさん、ありがとうございます。9位ワイプさん、ありがとうございます。8位ウルクルクセンブルクさん、ありがとうございます。7位マカロニ48さん、ありがとうございます。6位チニャンさん、ありがとうございます。5位サブちゃんさん、ありがとうございます。4位タスさんさん、ありがとうございます。噛んだ。3位稲松さん、ありがとうございます。2位なさかさん、ありがとうございます。そして1位はひーくんです。ありがとうございます。なんかマカロニかって言われてておもろいんだけど、どうした、知り合い。てかこの間の公演の私の動きビビり散らかしたんだけど大丈夫そうだった、あれ。びっくりしちゃったよね、まあ、元気すぎた、いつも通り。楽しかったです、ありがとうございます。2時間、まあすごーい、2時間もたくさんお話ししてくれてありがとうございますね。私はお風呂に入って寝ます。あ、でもちょっと待って、ドラマも見たい。いや寝てくださいって感じだよね、寝てください本当に。で、寝ます。ちょっと喋ろう、ちょっとダメだ、喋るわ、ちょっとだけね。あの動きすごかったね、あれ伝説だわ、びっくりしちゃった。MC 中の動きマジでびっくりするよね。あ、それもびっくりする、自分でもびっくりする。もこちゃんシャワーですね。ってこと？あ、ちょっと理解力。そう、ステージからのオシャレルームはとても見えるんですけど、時々色が、それ本当私？そう、私かなみたいな時あります。寝ますね。え、魚丼ポーズでしょ。魚丼ポーズはね、これじゃなかった、私勝手にこういう、違うな、ちょっとちょっと申し訳ない、ちょキモいな、ダメだ。お家に帰ってください。お疲れ様、お仕事。すっごいやばかった今。まやちゃん、ごめんなさいね。すごいね。びっくりしちゃった。私も久しぶりに急戦、初めて見たかもしれない。急戦に。びっくりしちゃった。ありがとうございます。ふなっしー、ね、ほんと、ワンチャンふなっしーの中の人みたいな動きしてるよね。わかる。ほんとに。そうだよね、そう、紫の色がね、結構ね、色、こうね、ちょっと違いが。わかる、それな。ね、いいよ。もちろん。写真撮りましょう。ありがとう、本当にありがとう。マジで頑張れる、マジで頑張ってる、マジで頑張れる。ちょっと 見にくい、ちょっとごめんね、見にくいね、光っちゃう。勝手にスクショタイムしてます。マジでやばくない、本当に幸せなんだけど。本当に開けた瞬間発狂した、これは。なんじゃこりゃ、
持ち歩きたい。もう大事すぎて持ち歩けないっていうのが事実。ごめん。あと、あと、あとね、ラコネン。あ、そうそう、勝手にスクショタイムね。夜また楽しそう、よかった。まあね、普通に喋ってる人、普通に喋ってるからね、いつも通り。これが私のあのあれよね、普通の。え、素敵でしょ。やめて、変な声出さないでほしい。あ、そうそうそう、ありありあり、ハート？え、できない。ちょっとハートの反対側だけど。え、これ、なんか、え、絶対違うね。こうなの。でもね、これね、本当はこうなってるの。で、ここの後ろにピュピュってつけてるの、いつも。で、ベレー帽で隠す。キモい天使になった、ごめん、あいちゃん。ちょっとはみ出しちゃう。え、マジ、あゆみちゃんの表情、私のあゆみちゃんの表情。マジこれ、本当にこれ、ちょっとこれ、だいたいこれ。猫、み、み。ちょっと待って、ふなっしーみたいな声でどういうこと？声はふなっしーみたいじゃないんだけど。違いますけど。違います。え、ほんと？見せて。嬉しい。めちゃピッとこ、めちゃピッとこ。本当やめてくださいって感じなんだけど。かわいい。見て見て。ぜひ。いや本当に最強だよね。ありがとう。本当に幸せだよ。ありがとうございます。マジで好きなんですか？マジで大好き。本当にセンター、センターだからね。かわいい、ありがとう。28センチさん。ルルーシュさん。ありがとうございます。それな、推ししか勝たん。それな、もう23時過ぎた。永遠に喋ってられるよ。やめてください。もう私はまあランキングを読みました。まだスクショタイムをしてね、ちょっと話したら終わるっていうね。私は今。ね、こ、み、み。ひとみちゃん好きですね。なんだっけ、ホテちゃんのマカロン、こんな、こう出すっけ、こうだっけ、合ってる。ホテちゃんの手ってさ、ちっちゃすぎてこういう感じになるよね、いつも。違う、完全違う。24まで全然やんないよ、大丈夫だよ。私はお風呂に入る。皆さんも寝ましょう。寝なくていいですよ、寝なくていいですけど。普通にレッスン着てきちゃったんだよね、申し訳ない、ね、もうちょっと可愛い服を着ればよかったかもしれない。全然24時までいかない、それは安心して、マジで安心してほしい。
風呂行かなくちゃね、お風呂行こうみんな、みんなとか言って、もうお風呂入った人いるわね絶対。またお仕事してる人もいるのかな。配信偉いねありがとうございます。寝ましょうね皆さんね。楽しいですか、よかったね、ねとか言ってふふ早く寝ろって言われる、早く寝てください。みんなお風呂の時間です。えむことお風呂、何それかわいい、最強、ワンちゃんは最強、正義。まやちゃんお仕事中頑張って、まやちゃん頑張るね、頑張ってるよ、みんな頑張ってる、ほんとみんな偉い、マジで偉いよ、マジ存在するだけで偉い、そう、そういうことですよ。え、いいな、ドラマ見る、いいね、私もドラマ見たい、ドラマ見ます。一週間お風呂に入ってない、入った方がいいかな、それは入った方がいいんじゃないかな、それは入った方がいいんじゃないかな。おたさん、それは入った方がいいね、今入るといいよ。みじみ配信で虫がいるって騒いで、草草だってもうほんとさ、あの家虫出すぎじゃない、マジでおもろいんだけどねえ、いつも虫退治してるんですけど大丈夫ですか、面白い、大丈夫かな、いや絶対ダメでしょね、みんな偉いよね、ほんと偉いよ、そうなんです、存在してるだけで偉いんです、素晴らしい。寝てからドラマ見てね、寝てからドラマ見てね、あー明日の朝見てねってことだね、てかそうだよね、カラコン入れてないです、裸眼です。なんかね、そう、私ねよく言われるんだけどね、なんか裸眼が結構茶色いわけさ、茶色いわけさ、なんか光とかでこう写真自撮りをするとすごくあのめっちゃ茶色なのね、あの見ていただくと分かるんですけど、そう今は裸眼、みずみん草草草草草草草をおもろいな、みずみんほんとおもろいな、いや本当にあの家さ、虫めっちゃ出るっていうよね、めっちゃ出るっていうよね、だからなんか虫めっちゃなんかいつもなんか戦ってるイメージ勝手に、うん、あ、だから湯船に入らない情報ね、みんなシャワーだけだからさ、浴槽洗ってない、ありがとう、あの家生ゴミを放置してるって聞いたんだけど、でも本当にやめてほしい、誰か言ってあげて、本当に言ってあげた方がいいよ、マジでやめてあげて、危ない、朝ごはん中にドラマを見ますきっと、で私は明日やることがあるので、はい、そうですね、あと6曲ぐらい覚えなきゃいけないので頑張ります、ね、お風呂入ってください。朝からコーラに真夏のシンデレラ、違う、朝はコーラ飲まんよさすがにね、あ、飲む時もあるけど飲む予定はない、明日は、あ、1万円に行けるぞ、行くか、行ってからお風呂に入るか、本当にこんなに長い時間してて大丈夫かな、飽きない、いや絶対飽きてるし、もう飽きない、飽きないか、コーラ色嬉しい、なんちゃんにそれは嬉しい、どうしてって報告したら可愛いって言ってるよ、どういうこと、なあさんが、本当、どこ情報、好き、なにそれ、
騒ぐのやめます。失礼しました。嬉しいよね。ヤミズミンはちょっとおかしな美人さんだから、マジで本当に、いや、ちょっとおかしいどころじゃない、相当おかしいけどね、マジでおもろい。今日の草を数えてみようのかい。ね、やばいでしょ。そう、やばいでしょ。本当にやばいんです。よく聞く、シェアハウスやばい。え、じゃあもう出てる。そう、エリちゃんね、今ね、頑張ってるんですよ。えらい。たやか、ほんとね。そうでしょ。こんばんは、ケイちゃんさん。明日も学校です。ライシさん頑張って、学校。ね、学校ね、わかるよ、学校ね、ほんとね、学校の時ほんとに大変だったな。今からコーラ、いいね、乾杯しようね。乾杯しようね、とか、私はもう飲んだんですけど、今日は。はい、飲みました。明日マックの予定よ。お昼？いいなぁ、羨ましい。頑張りますかね。ここまでいったら頑張る。頑張ってみる？頑張ってみる？いけるかな？来てくれるかな？え、そうなの？何それ？そうなんだ。何？その数値って。どういうこと？どういうこと？失礼しました。もういろんなコメントも混ざってる。くさくさ。え、めっちゃ笑ってる雄大さん。草どころじゃない、おもろい。深夜テンション、楽しそうでしょ、楽しそうでしょ、楽しい、楽しいよ。テンション草、草草、みんな草。何それ、嬉しい。えー、本当に。ななさん、やー。何それ、嬉しい。やばい、超嬉しい。ななさんとね、私ね、そう、ご飯に、そう、行きましょうっていうね、そう、でも、ずっと、そうそう、予定が合わず、全然行けてなくて、そう、もんちゃんとそう、3人で行きたいなとは思ってるんですけど、なかなか行けずで、会えてないんですけど、あー、もう、神々しくて光ってるわ。え、可愛いって言ってた。嬉しい、ちょっと。本当に生きていける。頑張れるわ。お風呂いけない。草草草草草。本当にやめてほしい。みんな草。相当草草。やばい。ね、大丈夫？相当おかしい。草草。草しかみんな言ってないけど、本当に大丈夫かな？でも草しか生やさなくなってる人いるけど、コメント。やめてほしい。ねえ、コメントが欲しい。お風呂怖いけど空の配信見てるからなんとか入れて。お風呂怖いってどういうこと？え、怖っ。え、怖っ。え、怖っ。どういうこと？お風呂が怖いの？え、めっちゃ可愛い。ありがとう、峰松さん。嬉しい。草草草。M 草草草。絶対違うでしょ。久しぶりにありがとうございます。え、まあ、とはいえ昔なんですよね。もうここまで来ると。で、マジで懐かしいんですよ。全然もう 記憶力。コーラね、ぜひ飲んでください。1万人頑張っていきます。ね、いや、ね。ね、本当に失礼なんだけど。ね、誰？そういうこと言うの。やめてほしいんだけど。あ、全然大丈夫。ゆっくり私、やるので。全然。ゆったりと、会話してるので。全然大丈夫です。全然いいですよ。それはそう。マジでね、コーラは体に悪い。毎日ね、飲まない方がいいですよ、皆さん。先に言います。草。会話が適当。
私ね、適当というかいつもこんな感じです、本当は。多分みんなが知らないだけ。これが通常運転なので。そう。ナナさんに会いたい。勝手にオタクするのやめてほしい、私。あんまりなんか、おしおし。コメントが落ちてなくて申し訳ない。遅刻して、もう、私はこういう感じが普通のノリだから、多分ね、なんか私のいつものなんかさ、歌番組とかのあのイメージを見たり、なんかそう、顔だけで見たりすると多分こういうイメージがないのかもしれないけど、そう、びっくり。あ、ありがとうございます。来ましたね。わー。そうなんですよ。そこだけ言っとく。やったね。来ました。そうなんですよ。通常運転なんですね、これが。傍から見たらさ、え？こういうことなの？え？会話やばくない？みたいな。会話やばくないというか、え、めっちゃ適当やんって思われるかもしれないけど、これが。適当というか通常運転なんですね。とっても、でも、思ってますのでね、皆さん。おめでとう。すごい、おめでとう。ありがとう。ありがとう。わーい。知ってる？ありがとう。そういうところ好き。あ、本当好き。嬉しい。嬉しいね。みんな優しいね。優しいよ。ありがとうございます。いつも優しくしていただいて。ね、初かもしれない。あ、待って、こんな長くしたことないかもしれない。てか、なんか全然なんかできてないからさ、私、ショールームをまず。本当申し訳ないからさ。そう、そうなんですね。ウェイウェイしてるんですね、私ね。ありがとうございますね。やー、優しい。ありがとう。皆さん優しい。好き。チュンクレ、よかったです。ありがとうございます。治安が気になる。やめてほしいんだけどね、本当に。ね、本当変な誤解生まないでくださいね。治安が悪いとか、言わないで。ね、びっくりしたでしょ。私もびっくりした、バイクね。よく通るんですね。で、ウェイ、すごいウェイがたくさんいる。ウェイ、ね。ってことでもう、寝ましょうね。お風呂に入りましょうね。ありがとうございました。くさくさくさ。やめてほしい。みなさん、本当に？あ、話かもこんな感じのテンションですか？こんな感じのテンションでしょ？ですか、私。こんな感じだっけね。あ、顔なぁ。かもしれない。やっと寝れる。くさくさくさ。寝ていいって。見なくていいよ。ダメ。くさくさ。すごい、なんか、すごい森、草。すごい！そういうことね、雄大さん。頭いい。ありがとうございました。寝ましょう。バイバイ。おやすみなさい。